みずほ PayPay ドーム福岡には大観衆が詰めかけています。福岡ソフトバンクホークス対千葉ロッテマリーンズのゲームです。解説は川上憲伸さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。川上さん、やはり注目は両チームの一番バッターですよね。うん、そうですね。やはりこの2人の出塁がこの試合の鍵を握っていると僕は思いますね。一番バッターが出塁できるんでしょうか。これから7回マリーンズの攻撃です。一方ホークスはピッチャーが変わります。背番号11、津森が2番手としてマウンドに上がります。接戦の中でのリリーフ登板です。これから7回マリーンズは代打を送います。バッターボックスには代打の佐藤。さあ川上さん、ここで変えてきました。まあとにかく出塁させないことですよ。きっかけを与えてはいけませんからね。なるほど。さあどう組み立てていくのか。初球はボールになりました。スピードボールを持っています。これは手が出ないか。そうですね、ここはストライクゾーンへギリギリね、攻めたいですよね。なるほど。さあどう来るか。見逃し三振。まず一つアウトを取りました。バッターボックスには代打の角中。ワンアウトランナーありません。初球は際どいところに行きました。ストライクです。ワンボールワンストライクです。速いボールで追い込みます。打ちました。ショートゴロです。取った。アウト。ツーアウト。先ほどの打席セカンドゴロの1番岡。ツーアウトランナーありません。際どいコースに送ってストライク。スピードボールを持っています。打ちました。ファウルになります。ここはスライダーを続けてもいいかもしれませんよね。なるほど。ファウルになります。まあここは臭いところも手を出す可能性もありますから、ボール球を振らせたいですよね。なるほど。さあどう来るか。さあ5球目は何か。これはバットです。三振です。スリーアウトチェンジ。ソフトバンクホークスが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。なんとか継投で逃げ切ることができました。まさに監督ベンチの采配がズバリハマったのではないでしょうか。勝ったホークス、接戦をものにしました。一方のマリーンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはホークスが見事勝利を収めています。今日の解説は川上憲伸さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでみずほ PayPay ドーム福岡から失礼します。